お家一戸建てに住んでんの、うん、こんな都会にたくさんの靴が入ってる。これ、うん、女の子の夢だね。なんで日本に来ることになったんかっていうのを見た時すぐ好きになった。ということで新企画、外国人のお家に邪魔するで。日本に住むいろんな外国人のお家に実際に足を運んで生活ぶりをチェックするような企画です。今日は以前ピロシキズに出演いただいたこの方のお家です。誰誰、こんにちは、ソーニャちゃん、かわいい恥ずかしい何これ、猫おるやん。何名前は。ソジュ君。ソジュ、韓国のお酒。何それ、ソジュ、韓国の焼酎。あ、チャミする。何それ、アルコール中毒の人の発想やで、そんなてか今見たらさ、うん、3階建て。3階、お家一戸建てに住んでんの、うん、こんな都会に。服めっちゃ持ってるから。何それ、早速もう1個目の部屋が後ろにあるじゃない。ここはゲストルーム、まあ、見ていい、入っていい、もちろん。失礼します。うわー、やり部屋やん。やり部屋って言われてるよあ、だから友達が来た時に泊まれるようにしてんの、うん、都心にさ一戸建て持ってるってさ、一人暮らし。うん、猫と住んでる。ちょっともしかしたら男隠れて、隠れてるじゃない。男に出してもらってるんちゃうの、これ。お金でやってんの。すごいね。すごい。何のお仕事。ここの CM とかアシスタントダイレクターの仕事やってます。なんでそんな自信なさげに言うの最近もフリーランスいっぱいやってるからめっちゃお金がある、うん、お金ないって言った方がいいお金ない。そしたらないわけないやろ、こんな家住んで。そしたらコート入れるとこ。コートは全てこっち。まだねあー、すごい洋服がたくさん。すっごいキンキラキンな服とかあるで。あ、これ何これ。そうそう、ヴィンタジーショップで。こんなん着んの、普段こんなん着てるの。うん、もちろん。にしてもキラキラ好きの度合いが超えてるやろこれ。おしゃれやな、なんかなかなかこんなん買わへんで、普通の日本の子、はい、中ヒョウ柄やし。関西の人、関西のババアなんちゃん実はババじゃない、一人気フランスのブランドだよごめんなさいねババ言わないで、はい、ここは靴、まあ、ここだけじゃないけど、なんか今夏靴うわーすごいよ。あーすごい、こんなにたくさんの靴が入ってる。これ、うん、女の子の夢だね。あ、でもすごい見て、こんなキラキラある、ほら、うん、一番高い靴は何ですか。最近これもうシャネルや使ったから、高いと思うかな、ザラとかもある。例えばこれ、あ、ザラとかで、ほんまや。クラブ行くとき、クリスアンドロジオールとかもったいないから、クラブ行くときはザラないんです。結構クラブに行くの。うん、クラブ好きじゃない実は。何それ。バーが好き。まあでもなんかよく思うのは、葛飾北斎が好きなんやなってのをすごく感じます、はい、北斎のこの肉筆っていうのにもうこんなにもいっぱいメモ入れて、もうすぐめっちゃ人気ミュージックプロデューサーの、うん、ミュージックビデオを撮るからよ。これもだって全部北斎やで、これ勉強熱心やな、こんな北斎の。これは何？私の写真。あ、これソーニャちゃん。何？はい、私です。スタイリングはキルビルとセーラームーンのミックス。キルビルとセーラームーン。キルビルってそんなに有名なん、外国でも。もちろん。そうなんだ。私はウマトゥーマン似てる、よく。ああ、その女優さんに似てるって、うん、金髪のな、髪の毛長い人見たらな、全部それウーマンティーバーみたいになる。ティーバーになってる。ウンバームンバーになんねん。違う日本の人ほんまに外国の人の違い分からへん。トム・クルーズに似てるって言われたことあんねんで。あ、でも似てねえよちょっとさ、なんか可愛いな、あんたは。おまもの猫に似てるわ、よく。可愛いもん、可愛すぎる。え、まだ階段あるけど3階があるってこと。はい、私の部屋と。そうソーニャのそもそも寝てるとこまだ見てないもん。ソーニャのケツをよく映しておいても。お尻が映ってます。あ、上に上がると、あー、ふかふかのすごい綺麗な部屋、落ち着いてる感じでね、うん、ちょっとおもちゃどこに隠してるか気になるけど。そしてワンコちゃんがいる。あ、お前秋田県やん。すごい、なんか家族の写真も。これ誰？これお父さん。お父さん、こう、でかそうや。やめなさいえ、お父さんは何人？ウクライナ人。お母さんもウクライナ人だけど、グリーンカードをもらって。あ、そういうことね。ニューヨークに行ったんだ。じゃあまだソ連だった頃にね。そこで育って、いつ日本に来たの？もうすぐ5年かな。
なんかでも綺麗なお花も綺麗くはないか、まあ、普通のお花が置いてあるわ。綺麗くもないかっていうのもおかしな話。いやいや、お花結構よくよく見たらいろんなとこに置いてるね。好きなの？前はあまりなかったけど、元彼は占いに行って、うん、彼女の家は空気良くないってこれはでも占い場で買わされたやつではないよね。花屋さんにその後行って買ってきた。そう、私の家に住んでるけど空気良くないって言ってんじゃねえ怒ってて、でも落ち着いた時にもし本当に空気が悪い気になってきたんやじゃあこれはソーニャが買ったんや。そうそうそう、あ、そう、偉いね。それで彼は元気になっていったのその後。あなたの人生だから自分のフォックスしてください、彼女のことをあまり気になってない方がいいと言ってたから、うんうんうん、からその日の後彼は、あ、今日から自分のことだけ考えるになっちゃったので、うん、そこからなんか喧嘩多くなっちゃって、もう別れて、もう占い師に邪魔されたじゃんだから占いできないその占いあ、ここにもなんなん、めっちゃあるやん。ここにも衣装がある。どんだけ着んのそんな衣装、捨てられへんだけちゃん。これ全部メルカリで売ろうよ。こんな家だったのか。落ち着くわ。じゃあいろいろちょっと聞いてみたいんやけど、ウクライナで生まれてその後アメリカに移住してずっとアメリカに住んでたわけじゃない。その後なんで日本に来ることになったんかっていうのをちょっと知りたい、うん、私はその LA で映画について勉強してて、卒業して、うん、ハウルの動き城を見て、うん、ジブリの。アメリカで学んでた映画っていうのはどういうジャンルのものなの？ドラマとかリレーションシップ関係、家族とか友達とかの人の話だから、春の動き城見た時、あ、これはすごいと思ってて。それはもし何がすごかったの？ストーリーと映像が綺麗だった。綺麗。春の動き城本も読んだことあるから、早尾宮崎さんはストーリーチェンジしてもっと面白くして、ちょっと日本っぽいになっちゃったんですけど。春の動く城って日本のやつじゃないんや。じゃないじゃない。どっかの国のなんかなんや。それでそれをこう見て気に入って、で日本に行きたいってなったってこと。まあ違う、ちょっと違う、監督になりたかったので。監督になりたかったの？そう、アニメーションについて勉強したかったから。日本は世界で一番アニメーションとか。そうなんだ、世界で一番。アメリカの方がさ、一応技術としては上かなと思ったけど。でもアニメーションは違うと思う。最近呪術廻戦めっちゃ好き。誰がいいの？推しメンマ？五条先生か。ついていけない。私がついていけない。まあ、最初は五条好きだったけど。五条？イタドリちょっと気になってた。スクナさんも好き。悪い男性好きだから。悪い男性好きだ。それで日本に来て、で、その今の仕事についてってこと？そう。やっぱ、でも最終目標は映画作る監督とか。うん。いろいろがあって、CG のアーティストとかなりたくないので、あ、なんで嫌になったの？漫画家とか CG の人はずっとパソコンのところに座ってる仕事してるので、これは私の性格に似てないと思ってて、本物の人間となんとか撮りたい、人と関わる仕事がしたい。パソコンと向き合って毎日座るんじゃなくて。今何をやってるの具体的には？例えばフリーランスで最近スポーツブランドの CM 自分で撮って編集して、なんかストーリーもなんか自分のアイディアが書いてて。じゃあ今後もずっと日本に住み続ける？欲しいんだけど、ビザは毎年更新するのはめっちゃ大変。結婚したらええねん。だから嘘の結婚したらええねん。ダメだよそれ初めて結婚する時は本当に愛じゃないとしたくない。あ、ビザのためには結婚しない、うん、じゃあ今ビザは仕事のビザってことやね。だからその解釈日にされへん限りは日本にずっとおれるってことやね。はいすごいストーリーがあった。俺すごい思うんやけどさ、猫飼ったやんか、ビザとかが切れたらどうすんの、うん、それ持って帰るってこと？うん、もちろん部屋みたいな感じだから。どうこそしない、もちろん。じゃあ大丈夫やな、よかったな。あんたはアメリカ人やで。ママがアメリカ人やってん。おしゃちゃうかった。てかすごい複雑だった。どうなの最近恋愛は？うん、あ、なんか
前動画に出てくれた時は日本人が好きって言って、うん、言ってたから、うん、まだ日本人が好きなまま、まだ変わってない。素晴らしい。でも出会いがない。最近なんか誰とも付き合ってない。ちょっと休憩中。あ、じゃあ今募集もしてない、うん、してない。必要もないんだ今、うん、前がすごく好きだった。ちょっと心をくすぐるって寄せた。あーなんか心を傷つけられたんだね前の人に。だからもう一つの俺に愛作りたくない。もう一つ恋愛あった方が忘れられるんちゃう。違うと思う。新しい人をすぐ作ると前の関係のもん一緒になんか持ってくるみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、これはしたくない。 100% 元気になってそこから次の人に行こうと思ってる。どうしよう、めっちゃしっかりしてる。ちょっとまだ忘れられへんね。めっちゃしっかりしてる。でもまあ自分で休憩ができるって言えるのは幸せなことよ。こっちは全然休憩したいって言ってないのにもう3年ぐらい休憩中。だからやっぱモテモテ。うん、うん、いやまあモテ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 も違う。こっちモテモテです。ああこっち1年前、前の好きな男性見た時、すぐ好きになった。見て、あ、一目惚れと思ってた。日本人、そうそうそう、どこで見たの。どこで見たの。どこでクラブ行かない。でもその時、クラブラウンジ行く。クラブが好きじゃないけど、でもクラブ行った時に見たってこと、うん、なんでそんなさ、クラブ好きじゃないっていうアピールすんのよ。ワノクとか、ごめんなさいだけど、そんなに好きじゃない。ちょっとおしゃべりが好きから。その男性が会ったところはセレビだから、だからおしゃべりができる。何セラビ。セラビっていう優しい音楽が流れててお話ができるような場所ってこと、うん、そこでめっちゃクラブに詳しいやん。好きじゃないって言ってるのに。本当ですか。パーティーピー友達がいるから。パリピーの友達がいるから。パーティーピーっていう。ちょっとところどころ間違ってて可愛い。パーティーピー今日はありがとうございました、うん、お邪魔しました、はい、ありがとうございました。猫に引っかかれて出血中です。